純岡洋明は、日本の哲学者、メディア文化論、映画学研究者、大阪芸術大学芸術学部教授、1962年東京を生まれ、繁華街灘年業の息子、1980年に、成城学園高等学校を卒業した後、ドイツハイデルベルク大学へ留学、1987年に、 東京大学文学部を卒業、1990年東京大学大学院人文科学研究科修士課程を修了。テレビ朝日報道局朝まで生テレビのブレーンを務める。玉川大学非常勤講師、九州東海大学専任講師、東海大学淳教授、大阪芸術大学客員教授、ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ客員教授などを経て、 大阪芸術大学芸術学部教授。2006年、東京芸術大学より、博士の学位を授与された。京都アニメーション放火殺人事件に際して公開したコラムで、被害者側の京都アニメーションを、麻薬の売人以下と表現したことで批判を受け、掲載者は、不適切な発言があった、準急液害が加えられることを懸念するとして、当該コラムを非公開扱いにした。 この区断の取材を受けた順岡は、麻薬の売人以下という部分は、京都アニメーションのことではなく、下請けとして、劣悪な労働環境で制作している、多数の中小アニメスタジオのことを想定して書いたと、弁明し、ケイアには、こうした流れに逆らってきた会社です。間違ってもケイアには、麻薬の売人以下ではありません。ケイアには、それと戦ってきた会社ですと述べた。同時に純急は、 文章が下手で申し訳なかったと思っています。改めて読むと書き方が悪いです。誤解される文章だと思う文章の構造が悪いというのはその通りですと反省を口にしている。当該コラムの後半は京都アニメーションについてではなくアニメ業界一般に蔓延する問題を指摘するつもりで書いたが、準急自身が事件にショックを受けて動転していたことに加え、コラムが 掲載者の事前チェックを経ずに公開されるシステムになっていたこともあり、誤解を招く表現のまま公開してしまったという。教員一覧。大阪芸術大学。2020年12月3日閲覧。AB、きらめく映像ビジネス。カバー略歴玉川大学文学部、哲学概論。 cfhttp://www.edp.english.tamagawa.ac.jp ススララッッシシュュスラッシュスミオカ。講義資料論広見第9号1987年3月1日。東海大学新聞2001年11月1日。ありがとうございます。